J-WAVE ラジオドーナツ、ここからの時間は東京東京フェスティバルクリエイティブファイル、東京を彩るさまざまな文化プログラムの中からラジドリスナーの好奇心をくすぐるイベント展覧会などをご紹介していきます。はい、今週はメディアアートを軸足にアートの領域を拡張するエキソニモアンデッドリンク、インターネットアートへの再接続に注目します。東京都写真美術館の田坂博子さんと電話がつながっています。田坂さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ちょっとね、長いタイトルで、はい、タイトルだけだとちょっと分かりづらいではありますが、はい、エキソニモってそもそも どういうことなんですかね。エキソニモは現在ニューヨークを拠点として活動している、千保健介さんと赤岩八重さんによる、まあ、日本人のアートユニットなんですけれども、インターネット自体が一般に普及し始めた1996年にいち早くインターネットそのものを素材として扱って、ユーモアのある切り口と新しい視点を備えた作品で、作品を作って、インターネットアート、メディアアートを軸足にアートの領域をこう広げてきた方々です。はい、現在もニューヨークで活動してらっしゃるんですね。はい、はい、そのエキソニモね、ちょっとどんな作品なのか、はい、ラジオだとなかなか想像がしにくいかもしれませんがね。そうですね、はい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 、そうですね、インターネットアートへの再接続っていうサブタイトルになってるんですけれども、うんうん、その言葉がついている通り、こうインターネットアートっていうものもこう、今回彼らの出発点がインターネットアートなので、そこから2人の24年間にわたる活動を振り返るような展示になっています。そういうことなんですね。はい、で、今回、展覧会自体は3年ぐらい前から準備していたんですけれども、新型コロナの感染拡大で、パンデミックの影響を受けたということもありまして、大きく展覧会の方向も変えて、彼ら自身もこの間にインターネットを介したコミュニケーションがどんどん活発化して、自分たちの原点である、インターネットアートっていうものの重要性が再浮上したので、そういうタイトルを、つけて、振り返ろうという展覧会になっています。なるほどなるほど、はい、今回あれなんですよね、この、エキソニモの展覧会としては世界初の大規模、規模が大きいと。そうですね、ここまで大きく公共の、美術館で展覧会をしたことがないということもありまして、世界初というふうに、大げさに言ってるんですけれども。なるほどなるほど、はい、はいはいはい。今回のなんていうんですかね、展覧会の、テーマというか、その趣旨というか、そういうものはどこにあるんですかね。まずアンデッドリンクっていう言葉が、彼らが後でご紹介する作品のタイトルにもなってるんですけども、デッドリンクっていうのは接続、インターネットでもう古くなって接続できなくなってしまったサイトとかありますよね、そういうものをデッドリンクと呼ぶんですけども、それが、デッドリンクではない、で逆に英語で言うとちょっとゾンビみたいな意味もあるんですけど、そういった古くなって接続できなかったものを、もう一回よみがえらせる、そういう意味で昔の古いインターネットアートの作品を、蘇らせるという意味もあるんですけれども、逆にパンデミックで人と人が接続できなくなってしまっているというところから、どうやって接続するかっていうことにもフォーカスを当てている、いろいろな意味で捉えられるような展覧会になっています。なるほど、初期の作品から、はい、当然最新作までということになると思うんですけど、はい、ちょっと具体的に何か一つ作品をご紹介いただけますでしょうか。はい、アンデッドリンクという今回の新作になるタイトルにもなっているアンデッドリンク2020という作品があるんですけれども、はい、これはオンラインでも接続できますし、展覧会会場でも接続できるんですけれども、その体験が違う作品になっています。で、もともと2008年に作られた作品なんですけれど、シューティングゲームのシューティングゲームを体験すると、そこで死んだキャラクターが死ぬとピアノが簡単に言うと鳴ったり物が動いたりっていう
ゲーム空間と実空間が連動してこう行ったり来たりするような作品の作りになっているんですけれども、まあ、それも彼らが体験した死の体験というものをリアルに実際の死を体験できないっていう体験からこう作られた作品なんですけれども、今回コロナの影響でニューヨークも人と会ったりできない中でたくさんの人が死んだり、まあ、感染者が何人っていうのがニュースで流れてる中でそういう死を実感できないっていうところからこう作ってみようとして発表した作品になります。で今回なんですけど、あの展示構成も特徴的と伺ったんですけれども、はい、そうですね、それも今回の展覧会のコンセプトに関わるところなんですけれども、コロナで彼らが、実際にはニューヨークから頑張って命がけで来日して展示を作ってくださったんですけれども、うん、来れなくなってしまうかもしれないということもあってオンラインで全部やるのがいいのかっていう議論の中で、まあ、インターネット会場というものと実際の美術館の展示を2つ同じぐらいの形でやろうというのが、まあ、今回の趣旨としてやってますので、インターネット会場に見ていただくとエキソニモが作った独自の年表があって、はい、そこから作品が例えば火を扱った作品を見ると、原始時代に人は火を使ったみたいな項目に飛んだりとか、まあ、そういう作品と実際の実行がこう連動しているようなそういう年表を体験することができましたり、あとオーディオコメンタリーで実際にこう作品について作家が語っている音声を聞いていただくこともできます。なるほど。これでもその楽しみ方が2つあるとなると、はい、どっちが先か迷いますね。ねそうですね、最初に見るのはなんだこれは分かんないってインターネットでちょっと見ていただいて、うん、実際のそのオーディオガイドで作家の声も聞けますのでちょっと見ていただいた上で美術館にいらしていただいてまたインターネット会場に戻るっていうと、いろんな楽しみ方がすごい情報量なので。おお、そうか、わかりました、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございました。ということで今日ご紹介しましたエキソニモアンデッドリンクインターネットアートへの再接続は10月11日日曜日まで東京都写真美術館地下1階展示室ほか2階ロビーインターネット会場で開催されています。チケット料金や休館日情報など詳しくは東京都写真美術館の公式サイトをご覧ください。今日は東京都写真美術館田坂博子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。